皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオデッセイ VR モードパート3やっていきましょう。前回海の国をクリアしたので、今回は料理の国やっていきたいと思います。これが最後のステージになるんじゃないですかね。今のところ6人ミュージシャンを集めているので、あと3人頑張って集めていきましょう。落ちた。マリオさんが急に落下しましたが、今回は若干上から見ている感じになっていますね。今まではマリオの真横からスタートしていましたが、君はまずピアノが欲しいと。待ってくれ、まずじゃあこれ取っちゃいますか。これを取ってなんだ何かが生成された壁じゃん。でいきましょう。ワンツーで上か、もっと上だ。ワンツーワンツーワンツー、オッケー。結構上だったね。そしてピアノだ。このピアノを持って君にあげる。君はスチームガーデンにいた子だよね。それで弾けるの？全然弾けてるように見えないんだけど。そのジョウロみたいな手でよく弾くね。弾くというかもう叩いているような気がするけど大丈夫君それで。まあいいや。じゃあこの、コインも集めつつ、すごいバウンドした。待てよ、これさ株を入れるみたいなのあったよね。これを持ってこのシチューの中に株を入れれば何か起こるんじゃないか。どうだ。コインだけか。そして君はマイクが欲しいみたいだ。この音符で合ってるのかな。まずこれ蹴っ飛ばしちゃいましょう。オッケー。あー、ごめん、当たったね。ごめんね。でこの音符を取って、すごい VR が、おーっとっとっと、こっちかこっちか、こっちに行って。近いな近いな、こっち側に来る。おー、マリオが近い。あまりねこういう感動は皆さんと分かち合えないんですよ。私しか見えていないんですが、これはじゃあ君にあげます。また歌うの？全部のステージにいるね君。もう分かりました分かりました、みんないい声していますよ。俳優ゴッドミュージシャン。これさ上になんかありそうじゃない？あー待って、なんかあるぞなんかあるぞ。こっち側から、あ、株だ目的がコロコロ変わって申し訳ないんですが、これも入れておきましょう。コイン1枚、しかも1枚なんで。じゃあこっち側か、後ろにくるっと回ってこの黄色い、豆を蹴飛ばして、これは、あれ待って、壊しちゃまずかったか、壊しちゃまずかった説もありますが、待て待て、マリオが落ちちゃう。あーやばい、落ちたー。初めての落下。あーでも一応体力とかはないから余裕ですね。余裕というか、いやー関係ない、待って3D 把握能力が3D 把握能力が全くないぞ私。頑張ってあそこに乗るんだ。こう来て、あー OK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 。 そしたら下に猫マリオがいるのは確認できます。ああそういうことか。こう行って、そっち、どこ飛んだどこ飛んだ、待って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 ついてけねー、ついてけねーんだけど。こっちこっちこっち、まずはトウモロコシでこの輪っかを取っていきましょう。ワンツースリー、オッケーオッケーオッケー。そしたらこっち側、こっち側に行きましょう。これも取って、あそこのハテナブロックはなんだろうな、体力か、ハートマークな気がする。ですよね、ハートを取りたい。オッケー。でだ、その奥に宝箱があるのを私は見逃さなかったぞ。ですけどどうやって行くんだこれさ。体力がないのをいいことにシチューに落ちちゃうか。これ普通だったら3回熱っつってマリオがやられるんですけど、今だったら泡なんだ。3回制限とかすらないんだ。これいけちゃえるんじゃね、もしかしてゴリ押しで。おー、しなきゃ、ボディアタックでいけちゃえないか。これいったいったけどコインか、音符かなと思う。まあでもこんな難しいとこに音符はないか。うわめっちゃ出るじゃんコイン。これさ奥側、あーやっぱりそうか、壁になってますね。これゴリ押しで来ても落ちないようになってるな。でこっち側の鳩を蹴散らして戻ってきましょう。この取っ手のところもいけないな、いけないですね。ここは完全に壁になっています。こっち側は全部壁か、全部透明な壁になっているみたいだ。ここの鳩も蹴散らしておきましょう。特に蹴散らしても意味はないんですけどね。落ち着け、こう行ってこう行って、 OK。 で土管に、危ないよ危ないよ、はい土管に入って、あと1人いるはずですが、その前にコインとかも集めていかないとダメですよ。あこれか、これを全部蹴飛ばしましょう。その上にもなんかありそうだな、ないか。
なんもないね、この上には。お、上とか見ると、あ、一応景色は一通り同じなんだね。あ、待って、そこにヒップドロップの場所があるぞ。ヒップドロップすればコインが手に入るのでは。オッケー、ハートか。まあいいや。で、この家とか入れたりする？あ、しないな。入れたりはしないみたいだ。これはヒップドロップ、コインは出てこない。これも入れないか。入れないですね。あと一人はこれか。音符はここにありますが、君を捕まえればいいの？ちょっと待って、ウサギ、あれどこ行った？そっちか。待って、何？あー、そっか疲れを感じる前に休みましょう。はい、休みます。疲れを感じる前に休みますが、まずあのウサギを手に入れなければいけない。待って、ウサギ帽子とか、おいおいおい、ウサギ待てや。どこ行った？やばいぞこいつ。待って、先回りだ。こっちから行って、オッケー。で、これが開く感じ？おー、いいですね。で、音符を取って回りか。これは開けるのが難しかっただけで、音符を取るのは簡単なパターンだ。待って、この後ろとかなんもない。大丈夫？こっちにスロット屋がありましたよね、本編だと。あんまり遠くに行ってもしょうがないか。何もなさそうなので、これ上げちゃいましょう。サックスでいいのかな、これは。はい、君にあげる。君また口がないのに吹けるの？それ吹けるね。不思議な生き物ばっかりだ。全然口どこだか分かんないけど、ユーゴッターミュージシャン。これで3人手に入りましたよね。3人手に入り、かつ100コインいってると思うよ。さっきの宝箱を開けた時点でいってるんじゃないか。 OK、 100コインもなんとかクリアしました。お、VR スペシャルライブを開催します。ぜひいらしてください。ということで、早速行きましょう。帽子の国、海の国、料理の国の下にライブハウスができましたね。ここ入ってみましょう。何ができるんだろう。ボーナスステージ的な感じなんでしょうか。はい、ライブハウスに来ましたよ。9人集まって全員で演奏する感じ？なんだ、真っ暗で見え、おー。あ、すごい。VR で見える。あ、こいつらが今まで助けてきた人たちだな。真ん中にポリーンが立って、これジャンプアップスーパースターが流れるね。まあそうだよね。でマリオも動かせると。でこれでマリオが踊る。おー、いいね。これでさ、こっち側に、わーすごいな。これ皆さんにはね、よく伝わらないかもしれないけど、帽子こっち側に投げると結構すごいんだよ。すごい VR 感というか、飛び出してくる。これさ、こいつら邪魔してる。あー、おー、止まった。今聞きました。こいつをね、こいつって言うと悪いな、ポリーンを歌ってる間に邪魔すると、ほら歌が止まる。ってことはさ、こいつらも止めれば楽器が止まる的な。うわ、ほんとだ、なんかピヨーンってなってる。ごめん、あんまり邪魔しない方がいいな。これはさ、後ろ側とか、あー、いるね、みんないるぞ。おー、あっちにゃじんとか。あっちにゃじんはいねえじゃんあ、キノピオいた。キノピオいたな。お前サウンドテストとかやってくれるんだよね。ここにネコピーチがいました。ここも100コイン集めるとかそういう感じ。あ、ここにネコマリオがいましたね。おー、上は、あ、上は特になんもないから。あ、こっちはすごいね。いやー、いいね、これだけで見てられる。これさ、後ろ側から出るとかってことはできないよね。ニュードンクシティにこっち側から行くことはできないと。まあ完全にライブハウスだけですね。おー、でもすごいよ、結構臨場感が。 VR モードならではですね、これは。9人集めた甲斐があったな。キーボード2人ともちょっと心配だけど、これ2人ともちゃんと指ある？指がない気がする。ドラムは人がやるんだね。ドラムとかギターは人がやるんだね。なんかね、同じやつ何匹もあの解放するよりだったら、なんかドラムとかね、ギターとかも解放しておきたかったところですが、まあ同じやつが何人もいた方がこう音が重なっていいんでしょうかね。よーし、じゃあこれで VR モードは全て遊び尽くしたことになります。全部やっても結構短めでしたが、 VR モードいかがだったでしょうか。個人的には VR というのもあってかなり楽しめました。今ね、任天堂ラボ VR キットの方も実況を進めているので、まだ見てない方はぜひそちらもご覧ください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。